特殊詐欺の話題です。今年も被害が相次ぐ中、高齢者だけではなく、あらゆる世代に広がっている手口を取材しました。今、県内ではいわゆる特殊詐欺の発生もありますが、SNS 型投資ロマンス詐欺に分類されるものが多く発生しております。先月末時点での県内の特殊詐欺の被害金額です。年間の被害金額が過去2番目となった去年を2600万円余り上回るおよそ1億1364万円。このうち SNS 型の投資詐欺は10件、8846万円余りと8割近くを占めています。そもそも SNS 型とは、インスタグラムやフェイスブックの広告などをきっかけにやり取りを重ねて信用させ投資を進める手口です。被害額が増加している要因を県警察本部はこのように分析します。現在は手口がさらに悪質巧妙化しており、犯人が対象とするものが高齢者はもとよりあらゆる世代の人に広がっているため増えていると思われます。悪質巧妙化している SNS 型投資詐欺、その手口とは。投資詐欺は犯人が有名な投資家や経済評論家などの名を語り投資を進め、ダウンロードさせた投資をアプリ上で利益が出ているように見せかけるなど、手口がものすごく巧妙化しております。さらに SNS 型で近年急増している詐欺の手口がこちら。2人の将来のためにお金を稼ごう。 SNS 型ロマンス詐欺です。 SNS を通じて出会った人と会話を重ね、恋愛感情を持たせて信用させお金を騙し取る手口です。そこに並ぶ文言は、会いたい、愛している、いつか二人で旅行に行こう、好きだ、結婚したい。被害者の離婚経験や親の介護といった境遇などを聞き取り、親身になって甘い言葉をかけていきます。言葉巧みにですね、その人の環境というか境遇に合わせて言葉を使ってですね、相手を信用させて、恋愛感情とか恋の感情を抱かせるというような手口です。まるで本当に恋愛をしているかのように錯覚させます。長い時間をかけゆっくり信頼関係を作り、自然な流れでお金の話に持っていくのが特徴だということです。 SNS 型ロマンス詐欺は近年相次いでいることなどを背景に、今年から統計を取り始めました。県内では11件、被害金額はすでに5980万円余りとなっています。県警察本部は、自分は大丈夫だろうとは思わず次のことを意識してほしいと言います。お金を振り込ませようとするような話が出た場合は、一人で抱え込んだり判断せず、一度立ち止まり家族や友人に相談したり、警察に相談してから対応するようにしていただきたいと思います。